休憩前に引き続き会議を再開いたします。辻本達也議員、発言を許します。議長、辻本達也。辻本達也議員。日本共産党の辻本達也でございます。通告に従い順次質問をいたします。1項目目はハラスメント対策についてお聞きいたします。昨年発覚した職員によるハラスメント被害に加え、先般市長による暴言パワーハラスメント問題が明らかになるなど、本市にとって不名誉な事件が続いています。かねてよりコミュニケーションや指導の一環としてさまざまなハラスメントが容認されてきた嫌いがあります。しかし昨今ハラスメントに対する認識が高まり、厚生労働省をはじめ関係機関においてもそのマニュアルが示されるなど、具体的な対策が進められつつあります。本市においても職場環境づくりガイドラインの策定や研修会の実施などにより対策が進められているところでありますが、さらなる取り組みの強化を求める立場から以下3点について見解をお聞きいたします。1点目はハラスメントの実態としてその相談件数、認知件数をお聞きいたします。2点目はハラスメントにかかる認識の共有化を図る取り組みの今後の進め方について認識を問います。3点目は特別職によるハラスメントへの対策についてお聞きいたします。市長など特別職の職員によるハラスメントについては顕在化しにくいものであり、特に新たな対策の強化が求められます。例えば第三者機関を新たに設置することや議会の百条調査権を活用するなど、相談できる窓口等を増やす取り組みが必要と考えます。見解をお聞きいたします。次に2項目目、タコバスについてお聞きいたします。1点目は路線の拡充についてであります。新年度の施政方針でタコバス路線拡充の方針が示されたことにより、市民の期待は高まっています。例えば大久保町西脇赤根については、昨年末に都市計画道路山手環状線西工区が供用開始となり、新たな路線の可能性が見えてきました。緑ヶ丘については現在拡幅に向けた事業に着手している西脇サライ系離道の工事が完成するとバスの運行が可能になるのではないかと期待する声が寄せられています。他にも大久保町大久保、松陰新田、西島並びに映画島の地域においては路線の新設拡充を求める声が大きくなっています。またこれまで市東部地域へのタコバス路線整備については否定的な方針が示されていましたが、市民の要望は強く、この際検討すべきと考えます。見解をお聞きいたします。2点目は利用者を増やすための取り組みについてお聞きいたします。多都市において1時間あたりの運行本数を1便から2便に増やしたことで利便性が向上し利用者数が増えた例があるとお聞きしています。利便性が向上し利用者が増えれば市民の満足度が高くなり収支も改善するのではないかと考えます。見解をお聞きいたします。次に3項目目、高齢者施策についてお聞きいたします。昨年秋に私たち日本共産党議員団が実施した市民アンケートには、たくさんの方々から貴重なご意見やご要望が寄せられました。その中で特に多かったものの一つが、市の高齢者施策の充実を求めるものであります。年金などの給付が減る一方でありながら、国保や介護保険料の負担が増え続けていることに対し、怒りとともにもう限界と切実な声が寄せられています。また本市の子育て支援を評価しつつも、高齢者施策の不足を指摘する声が多々ありました。いずれにせよ、高齢者が感じているのは日々の暮らしにかかる負担の大きさであり、求めているのはその軽減であります。これらの問題は政府による高齢者切り捨て方針によるものであり、その大元である国の政治を変えなければ問題は解決しませんが、市民生活に最も身近な地方自治体としては
市民の切実な声に耳を傾け、その声を的確に捉え、具体化する必要があります。そこで本市の高齢者施策の現状と、そのニーズの把握について認識を問います。70歳以上のタコバス運賃の無料化については、多くの方々から歓迎の声が寄せられていますが、タコバスが運行していない地域については、どのようなサービスを行うのでしょうか。かつて本市においては、鉄道や路線バスの利用にかかる助成制度が充実していた時期もありました。いずれも復活充実を求める声が多く、私たちのもとに寄せられています。高齢者の外出機会を増やすための取り組みは、健康増進、元気高齢者を増やすことにもつながり、経済効果も期待できると考えます。認識を問います。高齢者からは、買い物や散歩の途中で座って休憩できる場所を作ってほしいという声も多数寄せられています。他都市においては、高齢者に優しい街づくりの方針のもと、残地を活用したポケットパークの整備、バス停や歩道へのベンチの設置が進められています。優しい街を標榜する本市においては、重要な視点ではないかと考えます。認識を問います。次に4項目目、JT 跡地についてお聞きいたします。1点目は、北側の民有地取得にかかる交渉の進捗状況について問うものです。同地は今後の公共公益施設用地の活用に際しても、地域住民から要望が多い交通安全対策の取り組みを進める上でも極めて重要であり、その取得は絶対必要であります。特に4月に開園予定の大規模保育所2園には大きな影響があるため、用地取得に向けた取り組みは急ぐべきであります。しかしながら、用地取得に向けた交渉が難航している様子がうかがえます。同地はかつて区画整理事業が行われた際に、明確な意図を持って残されたものと推察されますが、ことは今後の本市のまちづくりに重大な影響を及ぼすものであります。仮に地権者との間に大きな認識の隔たりがあるとするなら、それをこの際明らかにし、市民の判断を仰ぐべきと考えます。見解をお聞きいたします。2点目は、公共公益施設用地の活用についてお聞きします。当該用地については、今後のまちづくりに重大な影響があり、その活用方法については、市民的議論を尽くした上で結論を出すべきであります。そのためには、積極的な情報発信と、市民との情報共有化が必要でありますが、現時点において、その取り組みは不十分です。今後、より積極的な情報発信が必要であり、市民参画を十分保障することができる取り組みが求められていると考えますが、いかがでしょうか。次に5項目目、西条についてお聞きします。ここ数年、西条をめぐるさまざまな問題が明らかとなりましたが、関係職員の皆さんの努力により、現場や体制は大きく改善されてきました。これまで以上に市民に信頼される施設として、ますます発展することを期待するものであります。そのような中、施設の指定管理者制度導入に向けた動きが進められています。直営だからこそできること、直営だからこそ市民が得ることができるメリットが数多くある中で、指定管理者制度導入により、それが失われるのではないかと危惧します。市営総裁式場が低廉な価格でサービスを提供してきたことにより、市民の安心感はもとより、近隣の民間総裁式場における適正価格の保持やサービスの充実に寄与するなど、大きな成果を上げてきました。指定管理者制度導入により、これらのメリットは失われることはないのでしょうか。認識を問います。災害発生時における火葬場の対応についてお聞きします。厚生労働省は、大規模災害発生時の対応として、各都道府県に対し、広域火葬計画の策定を求めています。しかし、兵庫県においては、そのような計画が見当たりません。災害発生時の火葬体制は十分か、認識を問います。次に6項目目、保育所の待機児童対策についてお聞きします。待機児童解消は喫緊の課題です。
これまで鋭意、その解消に向けた取り組みが進められてきたものと認識していますが、満足する結果は得られず、子育て世代の市民からは不安の声が寄せられています。さらに、人口増加と好循環を継続・発展させるためにも、より積極的な取り組みを求め、以下3点について見解をお聞きいたします。1点目は、新年度4月1日の待機児童数の見通しについてお聞きします。2点目は、新年度に開設予定の大規模保育所3園について、当初の予定通りの定員数、すなわち200名を受け入れるための保育士確保など、体制は整っているのでしょうか。3点目は、今後の待機児童対策として、さらなる保育士の待遇改善を求めるものであります。特に公立保育所における保育士については、正規職員を大幅に増やすことを求めます。安心して働くことができる環境づくりこそが、保育士確保や子どもたちにとって良い保育環境を確保することにつながると考えます。見解をお聞きいたします。議長、総務部長。中島総務部長。総務部長でございます。私からはご質問1項目目、ハラスメント対策につきまして、順次、行いを申し上げます。まず1点目のハラスメントの実態についてでございますけれども、現時点での状況ということでお答えさせていただきます。昨年5月、内部公益通報制度によりまして、元部長職の暴行事案が発覚をいたしました。その後、昨年8月に、ハラスメントに関します相談窓口を、総務局の総務課と職員労働組合の2か所に設置しておりますけれども、内部公益通報も含めまして、これまで7件の相談を受けております。相談対応中のものもございまして、詳細を差し控えさせていただきますけれども、現時点で組織としてハラスメント行為に当たると、該当すると、との判断に至った事案はございません。次、2点目のハラスメントにかかる認識の共有化についてでございますけれども、ハラスメント行為は対人関係の中で生じる問題でございまして、こうした行為が起きますと、当事者間だけでなく、周りで見聞きしている職員も含めて、職場内の秩序が乱れ、それが正常な業務運営の妨げ、ひいては市民サービスの低下につながることとなります。本市におきましては、元部長職による暴行、ハラスメント事案を受けまして、外部有識者を加えました明石市緊急対策検討チームにおいて、ハラスメント防止対策等について検討を重ね、町内意見も募った上で、職場環境づくりガイドラインを作成したところでございます。この1月からは、全管理職および全係長級を対象といたしましたハラスメント防止研修を計15回実施いたしまして、本がガイドラインの周知を図っておる状況にございます。研修におきましては、各種ハラスメントの定義やパワーハラスメントと指導との違い、パワーハラスメントを起こさないための注意点、具体的には上司の権力というものが自分が考えているよりも大きく見えていること、そしてさらに過去の経験を踏まえすぎた指導の危険性などを伝えているところでございます。こうした研修やガイドラインを通じまして、職員一人一人がハラスメントに関する基本的かつ正確な知識を持って、相手を尊重いたしますとともに、ハラスメントの当事者にならないように留意し、上司、部下の立場にかかわらず、日頃から風通しの良い職場環境づくりに努めてまいりたいと、このように考えております。最後に3点目の特別職によりますハラスメントへの対策についてでございますけれども、本市におけるハラスメント対策については、先ほどご説明申し上げましたガイドラインを組織内に根付かせるとともに、昨年8月に設置をいたしました相談窓口、これをしっかりと運用していくということが肝要と考えてございます。合わせまして、ハラスメント対策につきましては、息の長い取り組みが必要と考えておりまして、現在、国において検討されております。
パワーハラスメント防止義務の法制化の動向や第三者機関の設置、あるいは他都市の取り組み、こういったことも注視しながら、市として実効性のある取り組みを検討してまいりたいと、このように考えております。議員からご発言ございました百条委員会の設置につきましては、議会においてご判断いただくものでございますけれども、まあ、手段の一つになるんではないかなというふうに考えております。どうぞよろしくご理解いただきますようお願い申し上げます。市局長。東都市局長。都市局長でございます。私の方からは、2項目目、タコバスについてのご質問と、3項目目、高齢者施策についての4点目、休憩施設についてのご質問にお答え申し上げます。まず、タコバスについての1点目、および2点目について、順次お答え申し上げます。1点目の路線の拡充についてでございますが、タコバスは平成16年度に、大泉地域において2路線で社会実験運行を開始し、その後、平成19年度に西明石以西の路線バスが運行していない地域におきまして、交通不便地域の縮減を主な目的といたしまして、タコバス民の運行も含めた路線の拡大、再編を行い、現在15路線で運行しているところでございます。以前からご要望がございました、大久保町西脇地区、赤根地区、緑ヶ丘地区などの大久保北部地域、および市東部地域におきましては、民間の路線バスが運行しており、路線バスによる対応が優先される地域として、また、大久保町松陰新田地区、西島地区等につきましては、道路状況に課題があり、それぞれタコバスの運行を見合わせてまいりました。来年度には、これらの地域も含めた地域全体で、地域のニーズや道路状況を把握した上で、民間の路線バスとの連携や役割分担を含めた持続可能なタコバスのあり方について検討することとしており、そうした検討の中で、きめ細やかな路線網の構築につきましても検討していく予定でございます。次、2点目の利用者を増やすための取り組みについてでございますが、タコバスの利用者につきましては、年々増加をしており、平成25年度に初めて年間利用者が100万人を超え、今年度は110万人を超える見込みとなっております。1時間あたりの運行本数を1便から2便にすることは、利用者を増加させるための有効な手段の一つと考えますが、タコバスの運行補助金は、平成29年度の決算額で約1億5400万円を計上しており、また昨今の運転手の人件費、燃油価格の高騰により、今後も運行経費の増加が見込まれております。そのような中で、1時間あたりの運行本数を増やすと、運行経費が大幅に増加をし、補助金の増加につながることから、費用対効果も含めた慎重な検討が必要であると考えております。先ほども申し上げましたように、来年度はタコバスのあり方を検討することとしておりますので、便数だけにこだわることなく、道路の整備状況に応じた車両の見直しなど、さまざまな面から利用者の増加につながるような方策についても検討を進めてまいりたいと考えております。続いてご質問の3項目目、高齢者施策についての4点目、休憩施設の設置についてお答えいたします。高齢者や障害者等の自立した日常生活や社会参加を支援するため、本市では平成14年に明石交通バリアフリー基本構想を策定し、JR および山陽電鉄明石駅周辺地区、JR 西明石駅周辺地区、JR 魚住駅周辺地区を最重点整備地区に位置づけるなど、駅施設や周辺地区のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進してまいりました。具体的な取り組みといたしましては、高齢者や障害者をはじめ、誰もが安全で安心して外出できるよう、市内の駅周辺地区において、交通事業者等の関係機関と連携しながら、駅施設へのエレベーターの設置はもとより、駅や公共施設等にアクセスする道路の段差解消や、視覚障害者用誘導ブロックの設置等のバリアフリー化工事とともに、駅前広場やその周辺道路に、高齢者や足が不自由な方などが休憩できるベンチの設置も行ってまいりました。今後の取り組みでございますが、共生社会ホストタウンに登録された本市では、共生社会の実現に向け、現在、高齢者をはじめ、誰もが安全で快適に移動し、暮らすことのできるすべての人に優しい街づくりを推進しており、本年1月には、交通事業者や商業者、関係行政機関、有識者等のほか、高齢者や障害者等の当事者とともに、協議調整を図りながら、取り組みを進めていくために、
バリアフリー法に基づくユニバーサルデザインのまちづくり協議会を設置したところでございます。この協議会におきまして、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進するための実行計画の策定に向けた検討を進めておりますが、検討にあたりましては、高齢者や障害者等の当事者やその支援者等の意見を取り入れながら、当事者目線に立った誰もが利用しやすい施設整備を目指すこととしております。こうした考え方のもと、移動に制約のある高齢者や障害者が安全で安心して歩けるよう、ベンチ等の休憩施設の整備についても検討してまいりたいと考えております。以上、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。福祉局長。野村福祉局長。局長でございます。私からは3項目目、高齢者施策の1点目から3点目までをお答えいたします。まず1点目の本市の高齢者施策についてです。高齢化が進む日本社会におきまして、各自治体では限られた財源の中で高齢者施策にさまざまな工夫がなされているところですが、本市におきましては、すべての人に優しい町の実現に向け、高齢者施策についても積極的に展開をしておるところでございます。昨年9月には高齢者福祉月間を創設し、一人暮らし高齢者を対象としたみんなの給食プロジェクト事業や、認知症診断にかかる費用を助成する認知症の早期支援事業など、他都市ではあまり例を見ない高齢者施策を先進的に進めているほか、敬老金支給事業に関しましては廃止や縮小に向かう自治体も見受けられる中、本市では高齢者ご本人の安否確認を兼ねた見守り敬老見守り訪問という形で継続をしております。さらに新年度におきましては、地域で元気に活躍する高齢者の支援といたしまして、高年クラブへの助成金増額や会員増強に向けた取り組みの強化、高齢者の就労を支援するための助成制度の創設、また一人暮らし等で見守りが必要な高齢者には、民生児童委員の定数増員による支援体制の強化などにより、地域における高齢者の暮らしを応援支援するための施策を強化することといたしております。2点目の高齢者施策に対する認識でございますが、高齢者を取り巻く社会情勢が厳しい状況にある中でこそ、行政としては高齢者の皆様のお声を聞き、高齢者の求めているニーズに合わせた施策の展開が何より重要と考えております。主といたしましては、日々の業務を行う中で、高齢者の皆様からいただくご意見に加え、高年クラブなどの高齢者団体からの意見聴取や、事業計画策定時の市民意識調査など、機会あるごとに高齢者が求めておられるニーズの把握に努めているところでございます。その中で、日常生活の安定や老後の生活に対する不安解消、こういったことは皆様一様に抱えておられる問題であると認識をしております。この点につきましては、日常生活の安定に資する明石市独自の施策であります高齢者パスポート事業や敬老優待乗車証制度、ふれあい入浴事業といった外出促進や健康増進だけでなく、生活支援にもつながる事業につきましては、今後も継続あるいは充実を図りたいと考えております。また老後の生活への不安解消策といたしまして、来年度におきましては、医療や介護などの福祉的支援に加えて、住まいや就活といったあらゆる生活全般に関する情報を掲載した暮らしの安心手帳の作成配布を予定しております。3点目の70歳以上の宅バス利用無料化についてでございますが、高齢者の社会参加および生きがい向上のために、70歳以上の市民に交付している高齢者優待乗車券につきましては、来年度には市政100周年を記念いたしまして、タクシー券を2000円から4000円分に増額することに加え、タコバスの無料利用を予定しており、さらなる高齢者の外出促進を図ってまいります。同時にタコバスの路線につきましては、先の答弁にもございましたように、新年度に今後の在り方を検討してまいります。また鉄道等他の公共
交通機関の利用に対する助成につきましては、議員ご発言の趣旨を踏まえ、高齢者の皆様の声に耳を傾けながら、より有効な方策を見出せないか、検討をしてまいりたいと考えております。今後も新規施策の実施や、既存事業の改善を検討し、高齢者お一人お一人に寄り添った施策を進めてまいります。ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。宮脇政策局長。政策局長でございます。4項目目 JT 跡地につきまして、1点目2点目と順次お答え申し上げます。まず1点目の北側の民有地についてでございますが、 JT 跡地につきましては、関連不動産開発株式会社等の開発事業者グループにより本年1月に約67億円の土地売買代金を受領し、土地の引き渡しを行い、合わせて所有権移転登記も行ったところでございます。今後、開発事業者により民間開発用地におけるマンション等の建設工事が始まりますとともに、東側の一道大久保56号線や南側の438号線におきまして、歩道整備を含めた道路拡幅等の工事が行われる予定でございます。しかしながら、ご質問にあります JT 跡地北側におきましては、市道大久保418号線と跡地の間に奥行き約2メーター、延長約250メーターにわたり、約480平方メートルの新興不動産株式会社が所有する土地が介在しております。公募型プロポーザルに応募いたしました新興不動産からは、当該土地を北側の市道への接続用地として活用しました道路及び歩道整備の提案がありましたが、公募に採用されました関連不動産開発グループの提案は、北側への接道がない開発計画となっております。一方、 JT 跡地北西角の保育所用地につきましては、保護者の毎日の送り迎えを考慮し、大久保駅から最も近い場所に決定したところでございますが、市道大久保418号線に接道するためには、新興不動産用地を進入路の一部として使用する必要がございました。このため、公募前の平成29年12月から翌1月にかけまして、本市の重要課題であります待機児童解消のため、JT 跡地の公募と切り離して、一地権者としてご協力いただけるよう、新興不動産に依頼をし、保育所設置にかかる進入路としての土地使用について、承諾をいただいたところでございます。保育所につきましては、現在4月1日の開園に向けまして、建設工事及び保育所前の歩道整備工事が仕上げの段階に入っております。この保育所前部分の新興不動産用地約180平方メートルにつきましては、昨年5月1日付で新興不動産と土地賃貸借契約を締結しておりますが、契約にあたりましては、新興不動産より公募型プロポーザルの公正性について疑義を抱かれることのないよう、無償ではなく有償でと申し入れがあり、適正な賃料で契約をしております。契約期間につきましては、本市としましては、本年4月1日の保育所の開園後の進入路としての使用を踏まえた期間の設定をお願いしましたが、同社より JT 跡地の公募もあるということから、3月末までの契約期間となり、4月以降の対応につきましては、JT 跡地の公募売却の結果を踏まえ、双方が改めて協議することとなりました。昨年10月、関連不動産開発グループが開発事業者に決定した後、本市としましては、保育所前を含め、JT 跡地北側も一連の歩道があることが望ましいと考え、また、JT 跡地の開発にかかる地元説明会におきましても、周辺マンションの住民の方を中心に、児童・生徒の安全な通園・通学等のため、北側歩道整備について、多くの強いご希望をいただいておりましたので、この点についてもご理解とご協力をお願いする中で、新興不動産に
所有土地の売却を依頼いたしました。しかしながら同社からはあくまで契約書通りに3月末での賃貸借契約を満了するとの回答がございましたが、保育所の開園が控えていることから入園予定の400名の子どもさんのため改めて売却をお願いしましたところ、同社より保育所開園を止める考えはないとのご指示と、所有土地全体の売却の意向をお示しいただき、現在は買取に向けた交渉を行っているところでございます。市が不動産を取得する場合、公金の支出となります。適正な価格での買取が前提となりますので、不動産鑑定士による鑑定価格をもって取得することを基本としております。鑑定士によりますと、この度の事案では単なる路線価や近隣の取引事例に基づく金額ではなく、限定価格による算定が可能とのことでございます。限定価格とは取引の相手が限られている場合の価格を言うそうでございますが、この度のように本市の土地が新興不動産用地と一体化することで、無接道地や帯状地の状態が解消され、それぞれの土地の価値が上がることになる場合、その価値の増加分も価格に反映させようとするものとのことでございます。ただし、市の土地は新興不動産の土地により価値が上がると同様に、新興不動産の土地も市の土地があってこそ価値が上がるものであることから、価値の増加分は一定の比率に応じて配分され、この配分比率はそれぞれの土地の面積や単価等によって設定されるとのことでございます。一方、新興不動産からの提案は、こうした限定価格の考えを基本としつつも、民間の商取引の例では土地の併合による価値の増加分についての配分比率は両者の交渉で決定するものとの考えから、本市が新興不動産用地を必要とする特段の事情を考慮し、本市の2ヘクタールの土地はもとより、すでに開発事業者に譲渡しました約 3.5 ヘクタールも含めた 5.5 ヘクタールの JT 跡地全体の価値の増加分すべてを約480平方メートルの新興不動産用地に配分するものでございます。現在この提案に対して価格交渉を行っておりますが、市といたしましては、この度は民間の商取引ベースではなく、保育所開園のため地域住民のための歩道整備等を行うものでありますので、公共利用に対するご理解とご協力をお願いしているところでございます。このように価格算定の考えが異なっておりますので、現時点で金額の乖離は大きなものとなっております。しかしながら、本年4月1日の保育所開園は最優先課題でありますので、何としましてもそれまでに買取が実現できますよう、引き続き新興不動産と交渉を進めてまいります。また交渉が設立しましても、予算議案としてこの3月市議会で議会の同意をいただかなければなりませんので、日程的にも非常にタイトでございますが、どうか辻元議員をはじめ議員の各位におかれましても、こうした状況をご理解賜りたいと存じます。次、2点目の公共施設用地の活用についてお答え申し上げます。 1.5 ヘクタールの公共公益施設用地は新庁舎の整備場所の候補地の一つとなっておりますので、公共公益施設の用地の活用につきましては、これからの特別委員会での方向性も踏まえ検討してまいりたいと考えております。検討にあたりましては、大久保地区における公共施設のニーズはもとより、本市全体を見渡し、これからの公共施設の適正化の考え方を踏まえるとともに、市民サービスの向上第一に、誰にも優しい町といった本市のまちづくりの方向性を十分に勘案しながら、議会ともよくご相談させていただき、また市民の皆様のご意見もお聞きする中で、
検討を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。市民生活局長。長野市民生活局長。市民生活局長でございます。私からは5項目目の採除について順次お答えをいたします。まず第1点目、指定管理者制度導入による影響についてでございますが、本市の総裁式場の役割は、最後のお別れの場として、市民が安心して利用できるサービスを提供することであると考えております。2020年度からの明石市西条 旅立ち農家への指定管理者制度導入に向けて、現在、指定管理者を公募するための募集要項、使用書等を作成しているところでございますが、その中においても、当然のことながら、指定管理者にもその役割をしっかりと認識し、管理運営していくことを求めてまいります。議員ご懸念の適正な価格でサービスが提供できなくなるのではないかという点につきましては、総裁式場使用料や仮想場使用料等は、本市の総裁事業条例で規定されておりますので、指定管理者による判断のみで変更できるものではございません。また、多様化している葬儀に対応していくため、指定管理者の総裁業務を担当する従事者に、一定以上の業務経験年数や有資格者の配置を求め、これまで以上に市民ニーズに応じた葬祭サービスが提供できるよう努めてまいります。加えて、公正公平な運営という観点は、といたしましても、制度導入においての重要な要素であると強く認識をしており、指定管理者の従事者につきましても、適切な対応を求めてまいりたいと考えております。具体的には、各の職員の職務規律違反等に対する特別調査チームからの提言に係る再発防止策として構築した仕組みを、指定管理者にも同様に運用することを求めてまいります。また、平成30年度、西条における個人情報が集約される西条業務支援システムに、新たに操作ログ管理機能を整備いたしましたので、制度導入後の個人情報の管理に関するモニタリングに活用していくことも予定しております。さらに、特定の葬儀関連業者への斡旋や利益誘導等が起こらないように、葬祭式場と火葬場、これら性質が大きく異なる両施設を統括する責任者に、業務管理の豊富な経験等を有する者の配置を求めることに加え、所管下による業務履行確認により、公平公正な施設運営を目指してまいります。以上のように、議員からご指摘、そして過去の反省を踏まえまして、市として重要と考えております両施設を監督するための仕組み、厳格さが求められる個人情報の管理や利益享受の禁止などのコンプライアンスの徹底等につきましては、申請者から具体的な方法や実施体制の提案を求めるとともに、評価項目の配点においても他の項目より高く設定するなど、直営の調査を失うことなく、より良い管理運営を行い、また何より市民に安心を持っていただける指定管理者候補者を選定してまいりたいと考えております。次に、第2点目の災害発生時の対応についてでございますが、阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、国が都道府県に対して広域仮想計画というのの策定を求めておりまして、広域的な観点から災害時における遺体の円滑な仮想を支援する、そういった計画でございます。兵庫県にこの計画の策定状況と確認いたしましたところ、広域仮想計画という名称の計画はないが、同時通知を求めている広域仮想を実質的に行える体制を整備しているとの回答を得ております。具体的には、兵庫県地域防災計画において、災害発生時に県は市や町の要請により、速やかに遺体の処理に努める旨が明記されております。また、その運用にあっては、県と県下29市12町間で締結している兵庁県及び市庁相互間の災害時応援協定に基づき、
兵庫県災害対応総合情報ネットワークシステム等の運用を通じて、火葬場の斡旋または提供について、県が市長に対し応援できる体制が構築されておりますので、ご理解賜りますよう、お願いを申し上げます。岡川子ども育成部長。子ども育成部長でございます。私からはご質問の第6項目目、保育所の待機児童対策について順次お答えをいたします。1点目の待機児童解消に向けた取り組みについてでございますが、本市では子どもを核としたまちづくりの推進にあたり、最優先で取り組まなければならない喫緊の課題として、平成28年度から待機児童の解消に向けた緊急対策を行っております。今年度は2000人規模の受け入れ枠の確保に取り組み、おおむね達成できる見込みとなっておりますが、一方で来年度の入所希望者が前年に比べ、約600人も増加したことによりまして、本年4月時点では一定数の待機児童が発生する見込みでございます。次に2点目の平成31年4月開園予定の大規模保育所3園についてでございますが、新設園の初年度の年齢別の入所児童数につきましては、0歳から3歳までのクラスは入所希望者が多く、定員を満たす児童の受け入れを行う予定でございます。一方、4歳、5歳のクラスにつきましては、すでに保育所または幼稚園に入園している児童が多く、新たな入所希望者が少ないため、定員を下回ってしまうことが一般的でございますが、新たな大規模園では200人の定員を満たすため、必要な保育士はすでに確保できているため、4月以降の年度途中において、保護者の転入や就職により、新たに4歳以上の入所希望者が出てくれば、入所が可能となるほか、次年度以降につきましては、各クラスの児童が進級することにより、定員を満たす児童の受け入れが可能となる予定でございます。最後に3点目の今後の待機児童対策についてでございますが、待機児童対策は引き続き最優先で取り組まなければならない喫緊の課題であるという認識のもと、高まる保育ニーズに対応した施設整備と、それに必要となる保育士の確保と定着、また専門性の向上を促進することにより、保育の質の確保をしっかりと実行してまいりたいと考えております。具体的な保育士確保方策につきましては、これまで実施してまいりました保育士の処遇改善事業をはじめ、採用一時金の充実、保育士宿舎借り上げ補助などのさまざまな就労支援策を継続して行うとともに、昨年6月に設置いたしました保育士の職業紹介専門窓口であります保育士総合サポートセンターを最大限に活用し、受け入れ枠の確保に必要となる保育人材の確保に努めてまいりたいと思っております。また公立保育所につきましては、正規職員の採用増や臨時保育士の処遇改善にできる限り努めてきたところでございまして、今後も公立保育所で働くことの魅力を積極的に発信することにより、就労希望者を募ってまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。議長。辻元議員。それでは再質問をさせていただきたいと思いますが、タコバスについて、1点確認をさせていただきたいと思います。まあ、路線拡充ということで、まあ、これまで運行している地域については、まあ、路線バスとの競合でありますとか、まあ、道路事情なんかで、まだ導入されていないところも、まあ、あるんですけれども、問題はですね、市の東部地域でありました。まあ、東部の地域でも、まあ、アップダウンの激しいエリアもありますし、まあ、地域の方々から、まあ、なんとかタコバス導入できないんだろうかという声はもう従前より強くあったというふうに思うところであります。で、まあ、この際、まあ、検討されるということでありまして、まあ、市東部についても同様に、まあ、これまでとは違って、市東部の地域での導入の可能性についても検討するという理解でよろしいですか。東都市局長。都市局長でございます。タコバスにつきましての再度のご質問にお答え申し上げます。先ほども申し上げましたとおり、これまでは東部地域につきましては路線バス優先で、そのことでもってのみ
検討しないということでお答えをしてまいりましたが、今のタコバスの役割等に考えまして、まあ、タコバスに限らずですね、まあ、どういう方策なのかということも含めまして、検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。以上、辻元議員。次、JT 跡地であります。所有者の、まあ、名称についてはですね、質問の中では特に触れなかったんですが、答弁の中で具体的にありました。新興不動産株式会社であります。その名称からしましてですね、神戸製鋼を連想するんですけれども、新興不動産と神戸製鋼とはどのような関係があるかご紹介いただけませんか。宮脇政策局長。政策局長でございます。本市がお聞きしお調べした範囲でございますが、 JT 跡地周辺の大津タウン、これについては当時市と神戸製鋼所が連携させていただいて開発したものでございます。その時の神戸製鋼所の開発のために設立された関連会社、これを元にして今の新興不動産さんがあると聞いております。また去年までは新興不動産の株については神戸製鋼所さんが 100% お持ちでございます。現時点では 25% それでも保有されておったと思います。また代表取締役も神戸製鋼所のご出身の方と聞いておりますので、その関連性がは深いと思います。以上でございます。辻元議員。まあ、日本を代表する、まあ、いわゆる大企業の子会社であるということだと思うんですが、先ほどの答弁にもありましたように、保育所ですね、大規模保育所2園4月1日開園予定でありますが、まあ、この保育所用地はですね、公道と接していないというところでありまして、まあ、この幅奥行き2メートルのこの細い土地が非常に重要な役割を果たすというふうに思うんですが、3月末までの契約ということになっておりまして、まあ、それ以降は契約が切れるということになるんですが、4月1日までに交渉が成立しなかった場合、保育所2園の開園への影響についてはどのようにお考えでしょうか。宮脇政策局長。政策局長でございます。1回目ご答弁させていただいたとおり、保育所の開園が控えておりますので、何としても交渉を取りまとめてまいりたいと考えております。また同様に申し上げましたとおり、新興不動産さんとしても保育所の開園を阻害するお考えはないということでありますので、何とか期日までに交渉を取りまとめて、無事責任を持って開園するよう進めてまいりたいと考えております。以上でございます。辻元議員。まあ、先ほどの答弁の中でですね、まあ、価格算定の考え方に、まあ、市と新興不動産との間に、まあ、大きな違いがあるというような趣旨の答弁があったと思いますし、まあ、問題は売るか売らないかということではなくて、価格の面で折り合いがついていないというところかなと、まあ、金額の乖離が大きいという趣旨の答弁もありましたけれども、これは直近 JT 跡地を関連不動産開発に売却したわけでありますけれども、その際の土地の売却価格単価についてはいくらだったでしょうか。宮脇政策局長。政策局長でございます。関連不動産開発グループには約 3.5 ヘクタールの土地を約67億円で売却させていただきましたので、平米単価で申しますと18万7千円、坪で言いますと約61万円となってまいります。以上でございます。辻元議員。まあ、単純にこの61万円、坪61万円の価格で
まあ、交渉しているのではないということが先ほどの答弁の中でもありましたのでね、JT 跡地がまあ民間開発されることによる、まあ、その値打ちが上がっている部分があるので、それも考慮してということだろうと思うんですが、ですからまあ坪61万円ではなくてそれ以上の金額で、市としてはなんとか購入をしたいということで考えておられるんだろうなと思うんですけども、まあ、そこから新興不動産が提示している価格がどれぐらいのもんなんかなというふうに思うんですけれども、その差額についてはどれほどのもんなんでしょうかね。宮脇政策局長。政策局長でございます。価格についての交渉中でございますんで、具体的な数値を申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思いますが、ただやっぱり議会市民の皆様にも大体今の状況をご理解もしていただかなあかんとも思っております。先ほど申しましたように増加分、土地の増加分、市の土地と新興不動産さんの土地が合体することによって、例えば保育所用地、公共施設用地、北側に接続できます。その増加分は、本市が依頼しております鑑定士さん、まだ参考としてですが、それでも5億円程度は価値は上がるん違うかというようなご意見を聞いています。全体で保育所用地と公共施設用地2ヘクタール分についてプラス、新興不動産の今のご提案の中ではもう民間に売却しました 3.5 の土地の増加分をというようなご提案でございますので、話をする対象の増加分の規模だけでも今申し上げました相当な規模の中でどう配分するか、当然増加分の価値はあるかと思いますが、どう配分するかというような交渉の考え方でございますので、かなり大きな今は差が生じております。まあ、本市に対して、本市の提案に対して、まあ、数倍の差というような状況でございます。以上でございます。辻元議員。まあそうですね、まあ、金額はまあ交渉中ですからね、まあ、そこはデリケートな部分ですから、それ以上はまあまあどうこういうことはないですが、まあ、数億円単位で、今差が開いていると。だから数百億、数百万円や数千万円の規模ではない、数億円単位でのその値段の差があるということで理解していいんじゃないかと思うんですが、まあ、全体的なお話を見ておりましたところですね、これは保育所の問題があるんですよね。従いまして、この保育所をですね、人質に取られているような、まさに保育所を人質に取ってですね、法外な金額を要求しているんじゃないかというふうに見られてもおかしくない状態だろうというふうに私は思います。まあ、それをですね、まあ、日本を代表する大企業であります神戸製鋼の関連会社である不動産会社がやってるということを市民の皆さんが知ったらどう思うんだろうなというところであります。まあ、最終的には価格のところがですね、まあ、どういうことになるのか分かりませんが、折り合いがついた段階で議会にその予算案が提案をされると思うんですけれども、当然議会としてもですね、そんな法外な額を承認することはできないと思います。仮にしたとしても、後に監査請求をされたら確実に市は負けますから、まあ、そのことも踏まえて、それともう一つ、答弁の中でもありましたけれども、これは民間の商取引、民間活用ということではなくて、あくまで公共利用であるというところで、地域のまちづくりに大きく寄与するものであると、明石全体のまちづくりに大きく寄与するものであるということをですね、ぜひ強調していただいて、もう時間があんまりありませんのでね、その辺しっかりとぜひ交渉していただきたいと思います。まあ、場合によっては
神戸製鋼の名前に大きな傷がつくんじゃないかと私は思いますから、まあ、あまりにも強引なことをするのであれば当然私もそうですし、ここにいる他の議員の皆さんも黙っておらんと思いますから、まあ、そういう後ろ支えがあるということを十分に認識をして今後交渉に当たっていただきたいと思いますけれども、その辺いかがでしょうか。和田市長職務代理者。はい、市長職務代理者の和田でございます。私も一度、新興不動産の本社の方にお尋ね、社長とお尋ねして交渉させていただきました。で、社長も別に保育所を止めるということはおっしゃってなくて、あくまでも金額の今の違いだというふうに思っています。我々としましては、先ほど議員言われましたように、公共的な、別にそれで収益を上げようとかいうことではなくて、あくまでも町づくり、地域の皆様、そして保育所に通われる保護者の方、子どものために何とかしたいという思いですので、その前言った市民の声、議会の声をまた新興不動産の方にお伝えしたいと思います。で、まあ、新興不動産の社長も就任するときには、社税といいますか、抱負として、地域貢献をいかにしていくかを核として考えていくというようなご発言をしていただいてますんで、その言葉を信じて交渉していきたいなとは思っております。以上です。以上で調停中の各議案に対する質疑及び一般質問を終結いたします。次に移ります。お諮りいたします。議案第1号から同第35号までの議案35件につきましては、お手元にご配布いたしております付託区分表記載のとおり、それぞれ関係委員会に付託し、休会中ご審議願うことにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってこれら議案35件は付託区分表記載のとおり、それぞれ関係委員会に付託することに決しました。次に移ります。請願受理第1号および同第2号の請願2件を上程議題に供します。お諮りいたします。これら請願2件につきましては、お手元にご配布いたしております請願文書表記載のとおり、それぞれ関係委員会に付託し、休会中ご審議願うことにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってこれら請願2件は請願文書表記載のとおり、それぞれ関係委員会に付託することに決しました。先ほど付託いたしました議案と合わせ関係委員会におかれましては、休会中よろしくご審議賜りますようお願いいたします。以上をもちまして本日の会議を閉じます。次の本会議は3月11日の午後3時から再開いたします。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でございました。